臨時にお集まりをいただきましてありがとうございます。先ほど開催をされました松野官房長官の閣議後会見におきまして、来年2023年日本開催の G7 サミット広島サミットに行われおいて、合わせて行われます関係閣僚会合のうち、倉敷市での労働雇用大臣会合の開催が決定したとの発表をいただきましたので、皆様にまずご報告をさせていただきます。前回2016年の関係閣僚会合に引き続きまして、2回目の G7 閣僚会合の開催となりましたことに、率直に大変光栄に思っております。今回労働雇用大臣会合につきまして、私たちが要望を行ってきました主な理由について今から申し上げたいと思います。デジタル化や脱炭素化、そして現在の感染症の拡大、またウクライナにおける状況など、社会全体が構造変化の時代に入っている中で、働く人々と、そして企業がさまざまな環境変化に対応して、共に変革を遂げていく、このことが地域、そして社会の持続可能な成長につながっているというふうに認識をしております。それゆえ、労働雇用は社会を支える重要な基盤であるというふうに私たちは考えておりまして、この度の大臣会合の誘致につきまして行ってきたところであります。各国大臣が有意義な議論をここ倉敷の地で深めていただけますよう、全力で準備を進めていきたいと考えております。先ほど申し上げた理由につきまして、少し補足をさせていただきます。ご存知のように、倉敷では、今申し上げました労働、そして雇用、それが社会の発展につながった、その歴史を皆様が目にしていただくことができるわけであります。開催の会場として予定をしています、倉敷 IB スクエアにつきましては、もともと紡績工場であります。働く方々のために早くから工場の外壁にツタを植生して、中の温度を下げて労働される環境の改善を図り、そして寄宿舎を整備して教育を行い、そして健康増進のために病院を作られました。そしてこれらのことで労働者、働かれる皆さんの生産性も向上され、まさに近代繊維産業発展の基礎となりました。実は1921年に大原孫三郎さんは、日本で最初の労働科学研究機関としての労働科学研究所をこの倉敷市に建設をされました。以来、今、100年を超える歴史となっております。そのこともですね、日本の労働雇用環境の発展に大きくご貢献をされてきたというふうに思います。そして、これらの雇用と労働の関係というのは、その後、繊維産業、そして現代の水島コンビナートの発展につながり、現在は私どもの市は、製造品出荷額西日本一のものづくりの町となってまいりました。このように労働と雇用が一体となって社会の地域の発展につながってきた歴史、これは倉敷の3つの日本遺産にもの大きな源流でもあります。このような観点から大変今回の開催決定を喜んでおります。市といたしましては、2016年の教育大臣会合の経験も生かしながら、その時もいたしましたが、市民の皆様や子どもたちに国際的な理解を深めていただくこと、そして
おもてなしの町倉敷として各国大臣代表団の皆様にも、日本の社会や文化を理解していただく、そのような観点で取り組みを行っていきたいと思っております。最後に新型コロナウイルスの影響で、本市のような地方都市は今、大変苦しい状況に苦労をしている状況にあると思います。今後海外からの入国制限も緩和をされまして、そして外国からの観光客の方が戻ってきていただけるというふうに思っておりますが、世界から大臣代表団が集われるこの大変貴重な機会を生かしまして、倉敷市そして地域を世界に発信をし、地域の発展活性化につながるように努めてまいりたいと考えております。厚生労働省や県県警そして関係機関としっかり連携をしながら、十分に会合に向けての準備をしっかりと進めていきたいと考えております。冒頭私からの発表は以上です。